はい、どうもこんにちは、ピアさんのイです。今回は、弱体化のね、ガラテアが中国版実装されたということで遊んでいこうかなと思います。まあ、この弱体化の内容を詳しく見たい方は、この間の動画で、画家とガラテア弱体化の動画を上げたと思うので、そちらでご覧ください。ということで、早速追っていきましょう。耳鳴りがしますね。いないな、こっちかな、わかんねえ。まあ、ざっとね、まあ、振り返りますと、まあね、存在感マックスの状態が、まあ、弱くなって、合体する石像の合体スピード遅くなったりとか、いなくね？いないサバイバーとか、あと合体した石像が飛んでいくスピードが下がったりとか、合体して、あ、いた！見つけた！あれは囚人臭いね、ここは当てていきたいところ。え？これ当たんないか？マジか？あ、でもやった。なんか殴れた、ラッキー。まあ、っていう感じでね、まあ、合体後の石像の動きとかで、これ弱体が入りましたよって感じで、追ってきますか。これ窓枠手前に出して、ずらしたいけど、あー無理か、あ、これ前。まあまあ、ここで一気分当たったから、結果、もう来、言い方をしたしね。よし。まあ、結局ね、ガラテア弱体が来たとはいえ、初動とかはマジで強いし、合体後どうなんだろうな。テストサーバーで買った感じ、あんまわかんなかったけどね、若干遅いなって感じは、しなくはなかったけど。で、あとこれ、確実かどうかちょっと怪しいんで、まあまあまあ、半分ぐらい信じといてほしいんですけど、なんかね、ガラティア石像を押されて最中、押されてる最中でボールが、押せなかったり、香水を押せなかったりとかしたんだけど、それがね、石像を押されてる最中もアイテム使えるようになったっぽいね、記述がね、アプリのところにあったんだよね。ただ、それが確実かどうかちょっとわかんないけど、そういう修正も一緒に入ってるかもしれない。それまだちょっとわかんないんだけど。まあ、それが入ってたら結構フェンス、ファーストチェイスが厳しい。めっちゃ来てる。わー、アタックまっすぐ飛んないか。あー、怖い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 。まあ、そっちが行ってくれるんだったら、あー、動き出すけど惜しいな。まあ、袋か。まあまあ仕方ない。袋だったら仕方ない。あー、石像自分で弾いちゃった。オッケー。よしよし。まあまあ最低限。で、どういう、何のタックこれ。囚人はもうダウンしてますよ。囚人ダウンしてますけども。まあまあ、石像をもう一発も与えることができれば、オフェンスポッポってダウン取れるんだけどな。あー、投げちゃった。間違えた。よしよし。まあ、とりあえずこれで、残り3台で、オフェンスやりかけ1台ともう1台分。まあ、新規残り1台って感じか。どうしましょう。そこ。おー、アタック。え、これ後ろ、あー、そこ。なんか箱があったのか。まあ、これ、一発分殴れるから、オッケー。まあ、さすがにこれ存在感マックスになったらもう来ない。来るか。一応出しながら、当たんないか。まあ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 。まあ、来ることはないね。オッケー。耳鳴りもなくなった。ここのね、椅子するとね、ちょっとややこしい感じになっちゃうので、向こうのね、小屋の方の椅子に釣りますか。ここ。もう作的に俺超苦手だからね。よいしょ、オッケー。で、オフェンスに耳鳴りじゃなくて、締め手配が続きましたので、これで狙っていきたい。さあ、一発分、これ当たるか、ここの距離。あ、当たった。でもやっぱ遅いね。めちゃめちゃ石像ノロノロ動いてたから、今まっすぐ逃げてくれてたからよかった。今、調合師裏いたよね。3人で、あー、しまった、これはしまった。3人で救助つけたわ。マイクスのヒット。まあ、こういうとこでしっかり合体石像入るから、そんな、変わんねえのかな。ただ、めっちゃ見てくる。なんで言うんだろう、合体石像をやっぱりサバイバーの近くで出さないと、あ、今のもヒットするのか。まあ、この人たち、なんだろう、サバイバーが今しっかりなんだろうな、まっすぐ逃げてくれてるとかいいけど、本当にね、前の動画で言った通り、ハッサンの触手みたいな感じで、しっかり逃げられてしまうとダメくさいね。オッケー。よしよしよし。まああれだね、この弱体化のガラティアに対してサバイバーはもうしっかりとその合体するであろう位置を見て、その周りを円を描くように避ければ多分ほぼほぼ当たることはないんじゃないかな。もう真横に出されない限りね。よし。さあこれ飛びで向こう側索敵しながら、いるか、いるけど、まあ兆候はさすがに無理かな。が石像も石像も合体しませんでした。オッケー。じゃあ、とりあえずこれで、占い師を釣りまして、まあ、この試合展開だったら、ま、勝てるんじゃないかな。で、まあ、みんなが気になってるであろう、この弱体化のガラティアが、結局もうダメになっちゃったのかどうかっていうことだと思うんだけど、まあ、この感じ見てたらね、全然まだまだ戦えるかなって感じはしなくはないけどね。いや、難しいですね。しっかりと当てていきたいところ。来てくんね。あー、これオフェンスが来てます。あー、今の当たんないんだ。今見た？みんな。しっかりさ、結構まあまあ近めで石像出してたけど、あれで当たってなかったから、まあやっぱり、ちゃんとガラティア使わなきゃ、遠距離当てとか難しそうって感じはしたかな。もう俺、IVC で使えないって分かりきってるからさ、もうガラティア、もう一切使ってないよね。だからこんなにガバいんですけども、まあまあまあそんな俺でも、まあ、しっかりやればなんとかなりそうな感じはしてるからな。さあ1個出して2個出してヒット、オッケー。で、まだ回るか、まだ回る感じね。ちょっとオッケー。よいしょ。
結局でもね、今ね、画家がね、出てからね、ガラティア版あんまされなくなったんだよな。画家が出るまではガラティア版だったり、魔女版だったりとかしたんだけど、もう今は魔女版して、とりあえず画家積んだら安定っていうパーティーがめちゃめちゃ多いからな。それが難しいところではあるけど。まあでも普通にね、強いよね、ガラティア。だってこんだけなんか、もうボンボンみたいな感じでさ、ボン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 って、0.5 ダメージ振りまきながら、こうやって、アイスピックでスピーンって投げて、そこで全体化できるんちゃう。強いよな。おぉ、これも。まあ、これ当たったのなんかラッキー感あるけどな、今の。さあ、これで、香水を吹かして、あー、普通にキープするんかーい。まあ、これやったらこれ、オッケー。即トンネル完了。で、向こう側のオフェンスがね、もう次のワンダメね、ダウンしてくれるから、それを狙っていきたいんですよね。オッケー。この位置やれそうな気しなくない？オッケー、オッケー。これね、これ学んだから。こうね、右下スライドでダメだからな。ほい、ここで、あー、普通に、ダウン取れた。オッケー、オッケー、オッケー。これ相当余裕できたんじゃないかな。今やってる超更新のところって最初オフェンスがそうだよねやってたからもう上がるとして、これオフェンスダウン放置してたら上がっちゃうかな。まあこのまま超更新追っていってもいいんですけど、まあ普通にまあマルチ戦なんでね、4-3そんな目立つわけでもなく釣っていきますか。よいしょ。この衣装可愛くない？このお花がついてるやつ、この間もガチャで出たやつを今使っております。やっぱ前頭白髪もいいね。あの半々のさ、チェスのなんていう名前だったっけ、その衣装の名前忘れちゃったけど、黒髪と白白髪でさ分かれてたやつ、あれもまあいいんだけど、前頭白髪もまあ悪くないね。さあ残りの人見つけていきますか。これ索敵やってみようか。これね、今まで距離無制限で索敵できてたけど、さあ合体、おー合体的なのが消えた。これまあ不便になったけど、まあこれが普通だからね。あれでどうにもできてたのがまずおかしいからな。向こう側行っていた、見つけた。船上にいた。いた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 、救助来てたね。だったらまあありがたいかな。一個に声を使ってヒットさせて戻って、まあ殴るか。あんまこれ、敵のワンチャン出るか。これ思ったより強くないか。うん。やっぱ、まっすぐ逃げられずに、なんていうんだろう、石像に対してぐるぐる回られちゃったら全然当たん、あーなんか死んでる。全然当たんないね。いや、結構響いてる感は、まあ、ありますね。さあ、もう一戦遊んでいくんですけど、鋭敏調だね。さあ、相手が囚人、祭司、どんだっけこれ、極芸師か。極芸師と、オフェンス。どうしましょうか。耳鳴りがしてきた。でも、どうせね、この真ん中にいるやつ、オフェンスとか傭兵だからな。まあ、今回は傭兵はいませんけど、はいはいはい、出ました出ました。もうすぐ、もうわかる。オフェンスでわかった。知ってたなんなら。さあ、乗り越えたら、これおしまい。来た。この人あれじゃん、ヘルメスオフェンスじゃん。ああ、充電も 10% 通知が来てる。よいしょ。ヘルメスオフェンス、いいね。あ、そっちが行ってくれるか。じゃあ、こっち側のところにどうせ出しておけば。ああ、そっちが行かないか。賢いな。はい。これ今ね、狙ってもよかったな。タックル先にさ、敵を出してタックル止めてみたいなことも、まあ、やればよかったけど。まあまあまあ、結果終わりかな。いやあ、そこの、やつ先消してもいいけど。まあまあまあ、風船。あ、囚人か。囚人やだな、これ。この速球が一番嫌ですけど、まあ、なんとかなるかな。間に合ってくれた。オッケー。よし。んで、ちょっと待って、なんか引かれてないか？なんか見えるな、あそこな。引かれてるやついますね。はい、ここでヒット。あ、失礼。俺さ、ガラティア、めっちゃ、止まってるサバイバーに当てるの下手くそすぎるんだけど、止まってるサバイバーに当てられなくて誰に当てられるんですかね。教えてほしい。なんかあれじゃない？キキパスないよね。だと思った。キキパスないので、もうさっさとダウンさせてしまいましょう。向こういる人、一発当てたいけど、まあ、さすがに、うん。不快はしないところか。ここ今のうちに壊しといて、で、ここ守りながら、なんだろうな、極限値めっちゃ救助意識高そうだから、ワンチャン来そう。これ当たるよね。よし。これで、あんだけ救助来たがってた極限値も、来ることがなかなか難しい。さあ、0.5 ダメージ、これ存在感貯めてえなぁ。おぉ、めっちゃ強気出ます。当たってくんねえかな。一刻も当たってくんねえ。当たらないか。先に立てば出せばよかったなぁ。ここでヒットさせたい。消えちゃったっすけど。石像一刻もこれ当たってくれたらいいんだけど、赤爆弾使う。これなんとかなぁ。いけないかな。ここいけ。良い感じになった。良い感じ、良い感じ。あ、めっちゃタックル、めっちゃタックル。絶対受けるよ。オッケー。救助後の通常攻撃がオフェンスに当たって、で、さらに石像が、初級に当たった感じだね。めっちゃボール使ってね。めっちゃボール使ってたよな、今。オッケー、こっち側。極限って粘着キャラだったかな？なんかいるんだけど。
ヒットさせたかったな。まあまあ惜しい。これワンチャン狙えるじゃん。あーダメか。おー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 やばい。危な。そんなまさかそんな救助来ると思ってなかった。しかもなんで今日曲芸は別に風船救助できないだろ。赤爆弾でワンチャンできたっけ。そのぐらいでしょ。さああそこいるのがこれがあれだね。そこヒットさせていきたいとこなんだけどミスっていく。あー光ってるわ。どうしようかな。さすがに、囚人置いていいかな。さあ、ここ倒した瞬間、おしまいだ。さあ、これヒット。あれヒットせんかった。結構奥めに出しちゃったか。やばいな。ガラティア初心者ならバレるな。なんとなく今まで雰囲気でごまかしてたんだけど。さあ、ここはさすがに当たる。で、向こう側が曲芸してる。オッケー。ヒット。よし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 。このまま曲芸もダウン取っちゃいたいな。一分これで当てて、で、もう一分。オッケー。まさかこれで入るとは思わんかったけども一発目ヒットしたな。よしよしよし。だからガラティア使ってたらさ、だからよくわかんないうちにサバイバー死んでるんだよね。よくわからんけど 0.5 ダメ入ってて通常当てたらダウン取れたなみたいなことが多々ありますね。よしこれ最初この建物裏からワープ待機してたら嫌だな。それが一番嫌だけどここも割っとくのも大事。おお出てきてる。ほらね、すぐそういうことするかな。これ出してヒットさせたかったけど、OK、ヒットヒット OK。まあ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 、まあ、こういうとこ上手い人はすぐに手術割り狙うんだろうな。さあ曲芸も起きました。さあこれ一発分ちょっと出すの遅れちゃったな。いやー消えちゃったか今の。ガーデンさせたかった。まあこれヒットしないんだよな。まあまあここは欲張らずね、しっかりと曲芸をダウンさせてもらいましょう。まあ曲芸釣りでいいかな。再始救助がね裏から来ちゃうけども、まあそこはそこめちゃくちゃ回すじゃん。まあでもここを回させなかったらハッチも出ないか。よいしょ。どうしましょうか。一応こっち側待機しながら最新見ながらヒットさせたい。当たってくれ。よーし、OK。あ、この距離感も当たるんだな。で、これね、絶対最新とかいるんだよな。一個出してこれで。ダウン。おー、OK。ほらって。ほら、いった。まあといった感じで今回は、弱体化後のガラティア使ってみたんですけども、まあそんな言うほどめちゃくちゃ弱いわけではないけど、ちゃんとね、プレイヤースキルを求めるなとは感じました。ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているのでよかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。